にちは、ザワチャンネルの時間やってまいりました。今日もザワチャンネルエビデンになっちゃいますよ。今日のお題はこちらです。ババン、迫ってきました日光いろは坂女子駅伝イエイということでございましてですね、いや皆さん、もう間もなくですよ、関東の女王たちがこの山に挑んでいく、まあ、リアル女版箱根、ね、こちらいろは坂でございますけれども、注目校やはり2連覇のかかる東京農業大学、果たしてこの東京農業大学の2連覇を阻止するのは日体大なのか、はたまた大東文化大学なのか、ちょっとメンバー調べたんですよ。大東文化大学もですね、福藤選手のエントリーはなかったんですけれども、小枝、木村、瀬川の3年生トリオがエントリー、これは侮れませんね。そして日本体育大学、日本インカレ 1万メートル 6位の金沢由里選手を中心に手堅い布陣で臨んでおります。果たして東京農業大学王座を守れるのか、そこは分かりませんね。チャンネル登録お願いします。イエイ。